僕雲代は、中華民国、中華人民共和国の政治家、官僚、実業家。雲南派の経済官僚で、政治的には無党派人士として活動した人物である。名は、亀で、公式に使用されるが、一般に、豪の雲代の方で呼ばれる。新末に、昆明方言学童英語班で学び、中華民国成立後に留学予備班に加入した。 1913年6月、カンピにより、アメリカに留学する。カンザス州、サウスウェスト大学、イリノイ大学、ミネソタ大学でいずれも、夜勤技術を学んだ。1918年卒業し、ニューヨークの鋼鉄会社に勤務した。1919年10月に帰国して、昆明に戻る。雲南省の統治者である、統治企業から、 下級鈴勤とむ講師総理に任命された。僕運大は新技術導入などに辣腕を振るい、不信に陥っていた鈴勤とむ講師を立て直した。1923年11月、北京政府の農商総長李根源の昇兵により、農商部検事、商標登録書所長等を務めた。1924年、雲南省の普天銀公開弁に任命される。 1928年5月、竜雲モが、雲南の統治権を掌握すると、僕雲南は小農工長長に就任した。1930年秋、雲南省整頓金融委員会委員長となる。翌年夏、雲南官業銀行総経理を兼任した。1932年冬、雲南練り鈴公子総経理となる。 僕運大の指導のもと、運難の鈴の品質は大幅に向上され、国際競争力を備えるに至った。1934年春、普天銀行を改組した普天新銀行の雪永長に就任した。僕は、それまでのアヘン中心の小金融体系を、鈴中心の金融体系へと変革した。さらに普天新銀行が発行する紙幣の価値を強化することに成功している。 同年12月に、雲南全省経済委員会が設置されると、僕は、常務委員会主任委員に任命され、省内産業の勃興、育成に貢献した。以上のように、僕雲台は、金融、産業、経済の様々な分野で拉盤腕を振るい、竜雲による、雲南統治の安定化を支援した。さらに、日中戦争の際に、雲南省は、 国民政府の公選を物資面で支えることになったが、これも、僕の貢献によるところが大きい。なお、僕運代は、国民政府中央でも、資源委員会委員、行政院政務委員などの一定の役職を務めた。しかし、雲南省での活躍の方がより顕著である。政治的立場は無党派で、中国国民党、中国共産党の双方から距離を保っている。また、 アメリカからも重要人物と目され、外交交渉の場にも立った。1946年1月、重慶で開かれた政治協商会議に、僕雲代は、社会権たちの身分で参加した。この際に、僕は、国境内戦に反対する姿勢を明らかにした。前年に龍雲が失脚し、それを貢献する形で、雲南省政府主席に、露館が任命されると、 僕雲代は、露館を支持した。1947年5月、僕雲代は、雲南人民企業公使を設立して、国民政府中央の経済主体への対抗姿勢を明らかにする。このようにして、露館による、雲南文老主義的な統治を後押しした。1949年、露館が、中華人民共和国に基準すると、僕運代は、香港へ移住した。 さらにアメリカ合衆国へ出国して、1955年に米国籍を取得した。しかし、米中関係が改善されるに従い、僕は帰国を望むようになる。1979年6月、米国籍を放棄して帰国した。中華人民共和国でも、僕は経済の専門家として工具された。全国人民代表大会常務員。 同憲法改正委員、全国政治協商会議副主席、対外貿易経済部特約顧問、中国国際信託投資公シ理事などを歴任している。1988年9月3日、北京で病没。去年95。ありがとうございます。